詳しくご案内するので、秘密性の高いプレートもあります。さらに右手前方、看板号の13番は、護衛官の友人です。どこかっこいいお写真撮っといてください。というのも、一番前にある大砲のすぐ後ろにあるですね、四角い箱のような装備、今なかなか見ることができません。アスロックランチャーという、大潜水艦用のミサイルですね。この中で中ほど真ん中あたりに空洞があると思うんですが、この辺りに空に向かって3つの筒がですね、さらに伸びてくる。こちらはアームミサイル、はい、専用のミサイルです。で、空港にはシグニックのスタンプのバーが並べていまして、こちらはシースパークというのがミサイルなんですけれども、現在はですね、